アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミンネトラジ DJ 増本です。先週の土曜日ですね、釣りレレ第2回やってまいりました。残念ながらこの日はですね、雨が降っておりまして、ちょうどその土曜日ぐらいからずっとここのところ雨模様という感じになる、まあ雨の初っ端的な、それまで天気結構続いてたんですけどね、残念ながら雨だったんですけど、まあ、雨のおかげというと言い方変ですけども、空いておりまして、貸し切り状態でウクレレ、釣り入れれですね、ウクレレを楽しむということもできました。はい、寒くてあんまり釣りにならないという人もいらっしゃいましたが、それでもですね、結構釣れましたね。はい、まあ楽しかったですよ。ということでですね、次回は、3月の20日開催が第3回ですよ、決まりましたので、その辺はまた後ほどということで、今夜もお付き合いよろしくお願いします。茅ヶ崎 FM。 はい、改めましてこんばんは、 DJ 増本です。この釣りレレで釣るお魚、ニジマスなんですけども、ニジマスは寒いところにいるお魚ですので、割と水温低くても活性は高かったりするんですね。まあマイナスになってると、気温がマイナスになってると、ボトムべったりと底につく感じはあるんですが、その時は割と散らばってる感じ、ただ寒さと風と雨で釣り人の活性の方が下がってるというような状況だったんですけども、今度の3月と言いますと、ちょうどですね、ポカポカとあったかい日もあったりしながら、魚の活性も程よくいい感じに上がってる、で釣り人の活性も上がってて、最高の、季節なんじゃないかなと思います。3月20日、土曜日なんですけども、祝日ですからね、皆さん今から予定を調整してですね、ぜひ申し込みをお待ちしております。人数限定になっておりますから、お早めにお申し込みください。はい、なかなかですね、この釣りというのは、まあこの番組でも最近はウクレレから離れて、食べ物の話題からも離れて釣りの話題が多いんですが、これなかなか面白いですよ。最近はミジはですね、スプーンという、このカレーを食べる時のスプーンありますよね、あれを小さくしたような金属製のルアーなんですけども、これで釣るという釣り方をいろいろと教わっておりまして、はい、それでやってると面白いんですよね。今まで使ってたルアーというのは、どちらかというとお魚が餌と間違えて食べるタイプのもので、もこのスプーンっていうのは餌というよりは、どちらかというと、なんか邪魔なものがうろうろしてるな、パッこう邪魔なものどけたいな、人間の場合邪魔なものが目の前にうろうろしてると手で払うことはできるんですが、手がないお魚は口でパーンって払おうとするんでしょうかね、それでパッて食ってくる感じなんですけども、でも餌で食ってるんではないんじゃないかというお話も聞いたんですけど、このスプーンというルアーですね、面白いんですよね。泳がせ方、竿の立て方でこのスプーンの動きが変わってきたりとかですね、ちょっと軽くアクションを入れてみたりで、深く潜らせてみたりとか、いろいろですね、狙って釣る、この狙って釣るというのが、ゲームフィッシングの面白さであります。まあ、この話してると番組終わってしまいますので、とりあえずですね、一曲聴いていただきましょう。Thank you.
が先 FM。 はい、ルアーフィッシングでもですね、初心者の方でも簡単に釣れるような、割とこうふわふわとしたような羽でできたようなやつだったりとか、あとは針金に、ビーズがこう通ってあってくるくると回ってくるようなルアー、これというのは割と簡単めに釣れるアイテムなんですね。まあ簡単と言っても基本的なところをキャストして、投げてですね、それを一定の速度で巻いてくるとかいうとこの基本的なことは必要なんですけども、それができると割と簡単に引けるアイテムなんですけども、それに比べてスプーンというのは、自分で探して魚がいる層をですね、どのぐらいのとこ泳いでるんだろうという層を探したりとか、その時の天候や気温などを見てですね、あとは水の色ですね、そういうところから、基本18色と言われるルアーの色、カラーの中からどれが当たるんだろうっていうのを考えたりで、まあその日の、当たりの泳ぎ方とかですね、泳がせ方、竿の立て方、寝かし方、まあラインで当たりを取るとか、いろいろとかですね、こう奥深くなっていってゲーム性が上がってくるんですけども、これをウクレレに例えるならば、まあ最初の羽とか、くるくる回って簡単に釣れるアイテムというのは、どちらかというとウクレレでもコードが3つの曲を弾くとか、コードを少なくして簡単に弾くというところ、まあもちろんこれも楽しいですよね。だからルアー釣りもそれで、ふわふわしたりくるくるしたりするやつが楽しいんですね。でそれを弾いていく、やっていくうちにどんどんともっと、難しいことやりたいな、ウクレレソロ弾いてみたいな、オリジナルの曲と同じコードの数のを弾いてみたいな、まあそういうところがですね、ルアーフィッシングの中ではスプーンの釣りみたいな感じなんですね。こういうとウクレレ弾く方には分かっていただけたんではないかなと思うんですけども、はい、まあウクレレもですね、こうだん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 と奥分かっていくと面白くなってくるように、釣りもですね同じように面白くなっていってます。 DJ が特に今その辺なんですね。そういうところを今教わりながらですね、スプーンを極めようと、まあそういう風に思ってる今日この頃です。皆さんも釣りレレ今度春にありますからね、準備しといてくださいね。ぜひ参加ください。講座ですね、毎日17時に新しい、夕方の5時ですね、新しい動画をアップしてるんですけども、これの動画の方で最近話題になってることがありまして、 BJ がまあ真ん中に映っていろいろとお話もしてるんですけども、その右側にいつもウクレレが2本置いてあるんですね。その2本置いてある右側のウクレレ、最近はマンゴーウクレレを置いてありまして、ビッグアイランドのマンゴーウクレレなんですけども、このサウンドホールの中に何か生物がいる、ウニウニと動いてるという、コメントをたくさんいただきまして、
心霊現象なのというふうに、まあ、噂になっているというのは、そういう話なんですけども、確認しましたところですね、心霊現象ではなく、照明の関係の、ちょっとその中にですね、書いてある、ロゴマークですね、これがですね、特殊な色でありまして、それに照明が当たって、変な風にこう、BJ が動くと、それも一緒に動くような感じに、なってるようであります。まあはい、ちょっと気になった方はですね、大きな画面、もしくはですね、スマホなんかでも画面を大きくしていただいて、特に右側の、DJ の右側のウクレレ、2本の中の右側ですね、白っぽいマンゴーウクレレ、テナーウクレレなんですけども、このサウンドホールの中のよく見ててみてください。ちょこちょこウニウニ動いてますからね、特に夜中の2時に見ていただいても怖がる必要はないです。まあ、照明の感じで、なってたということで、そういうのは原因がわからないと怖いですよね。はい、ありがとうございました。アコシュミネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。このルアーフィッシングのスプーンを使う上級者になりますと、ルアー1個でいろんな泳がせ方や深さやとかいろいろ調整して魚をバンバンとかけていくというのを聞くとちょっとかっこいいなと思いまして、 DJ もそっち目指してみたいなと。でルアー1個で済む、まあもちろん1個だけじゃ行ってもしロストなくした時に困りますから、1個2個3個ぐらいででもやれればいいなと思いながら、近所にあります釣り道具屋さんに見に行くと、Amazon 釣り具店よりも安かったので、大人買いしてまた大量に買ってしまいました。荷物少なく、なるべくルアー1個か2個3個ぐらいで行こうと思ってたのは儚くも消え去ってしまいました。せっかく行くならやっぱり釣りたいですもんね。ということで今夜は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM